ティモ・ミッキラはフィンランドのピアノ奏者、ラハティの生まれ。1928年からマルティ・パーボラにピアノの個人レッスンを受け、1930年にヘルシンキ音楽院に入学してからもパーボラのクラスで検鑽を積んだ。1932年にヘルシンキで演奏活動を始める。1933年にはパリに留学し、 ジャンバタラニピアノ、ナディア・ブー・ランジェに音楽理論を学んだ。1934年には帰国して、ヘルシンキの民族音楽院で教鞭を取り、1938年からヘルシンキ音楽院のピアノ加工師に転じたが、1947年から1949年まで、パリを訪れ、スザン・ヌ・グーベルやボール・ロース等の訓導も受けている。1954年にもパリに行き、 サンソン・フランソワと信仰を結んだ。1955年からシベリウス音楽院の教授に昇格し、1975年まで、勤めた。1951年から1963年まで、フィンランド独創者協会の会長を務め、1963年には、同会の名誉会員になった。ヘルシンキにて没。ヒララ、ルース・ウェステル。本。 バーバラ・ブランチャードヒストリカルディクショナリー・オブ・ザ・ミュージック・アンド・ミュージシャンズ・オブ・フィンランドグリーンウッド・パブリッシング・グループ p 236ルク1億8570万4752アーガイブ2019年8月2日ウェイバック・マシン・ティモ・ミッキラ・ディスコグス1939年にヘルシンキ音楽院より解消アーカイブ2018年1月6日ウェイバック・マシン ありがとうございます。